い、どうもハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、株式会社 K-WING さんの自社工場に来ております。というのもですね、私の車検が購入してもうすぐ切れちゃうということで、今日はなんかセルフで車検ができるみたいな、なんかそんな話をざっくり聞いたので整備士さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは、はじめまして、 K-WING の藤代と申します。よろしくお願いします。これはたまんないです。すいません、変なおじさんみたいに出ちゃってすいません。すごいですね、女性の整備士さんって。そうですね、ちょっと珍しいって言われますか。はい、まあもともと車が好きで、はい、あ、もともと車が好きで、はい、スポーツカー運転してて。スポーツカー運転してます。そうなんです。え、バリ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 出した僕本当にペーパードライバーで知識が全くないんですけど、車検ってなんか勝手なイメージなんですけど、はい、あのオートバックスさんとか、うん、いろんな工場とかあるじゃないですか、車検工場、はい、ああいうところに行ってしかできないイメージがあったんですけど。あ、簡単にできるんです。実はあ、簡単に行けるんですか。そうなんです。え、それって資格とかなんかやっぱいるんですか、整備士の免許みたいな。資格はいらず。いらず。はい、誰でも。僕でもやろうと思えば、はい、できます。マジっすか。はい、今日いろいろ教えてもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はぎちゃんチャンネル。まずタイヤを外して、うん、その内側を点検するので、はい、外すために車体を上げます。車体を上げる、ジャッキみたいなやつですかね。そう、これはジャッキです。はい、まあ、ジャッキアップポイントっていうのが車によって違うんですけど、はいはいはい、あります。で、大体下見て、はい、まあ、鉄にかければ。鉄にかける、はい、プラスチックとかじゃなくて鉄にかければ。大体は鉄にかけるってこと、はい、あ、この下のってことですね、部品の。そうです。で、アクティだったら、まあ、ここが、はい、ジャッキアップポイントです、これ。はいはいはい、そこが鉄の部分ってことですね。そうです、上げます。はいはいはい、あ、そこですね、ちょうど。そうです、もうずっとこんな感じで。おお、上が上がるまで上げます。おお、おわ、すごい上がっていく。こんな感じで、はいはい、上がりましたね。で、次タイヤを外します。これを使います。はい、インパクトですね。それは知ってます、ドリルのやつです。そうです、そうです。こい、はいはい、結構簡単に取れるんですよ、タイヤ。そうなんです、これさえあれば。じゃあタイヤ交換とかも別に自分たちやろうと思えばできます。ジャッキとこれさえあれば、はい、へえ。こんないいやつじゃなくても、はいはいはい、まあ、パンタジャッキって呼ばれる、はいはい、なんかちょっとこう短めの、はいはいはい、こうやってなんか上がっていくやつ。そうか、それでもいけんのか。そうです。おお。で、タイヤを取りまして、はい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 、中がこうなってます。ちょっとやっぱこうサビというか色味はこんなもんですか。そうです、こんなもんです。あ、へえ。だいたい、まあ新しいのは除いて、はい、だいたい10万キロぐらい走ってる車は、はい、まあ、だいたいこんな感じになってます。なるほどなるほど。車検に必要な項目、車検に必要な項目、はい、車検を通すために必要な項目なんですけど、はい、まずこの、わかりますかね、ゴム、ブーツと呼ばれるゴムなんですけど、ブーツと呼ばれるゴム、はい、これが何個もついてます、うんうん、車には。で、これとこれと、見えます、ここ、あ、こっちの、はい、と、あと超見えづらいんですけど、ここに、あ、なんか奥の方にありますね、これが切れてないかです。なるほど、切れてないかを確認します。はい、動かしてもらって。お、引っ張るんですね。そうなんです、引っ張ったりやってやると動くので。ああ、普通のあのタイヤの動きの感じで。まずこれを確認します。はい、切れてないかなって確認して、もうちょっとやりにくいんですけど、まあ、触ったり、はい、目視したりして切れてないのを確認します。もしこれ切れてる場合は交換ってことですかね。そうです、はいはい、切れてる場合は交換です。でちょっと微妙なんですけど、はい、亀裂が入ってたりするんですよ。なるほど、亀裂はセーフです。あ、亀裂はセーフ。そうです。で、これはちょっと亀裂が入ってるって感じですよ。でも切れてはないです。はいはいはい。もし切れていたら、この中にグリスっていうものが入ってて、グリス、はい、なんか黒っぽいネチャネチャしたやつなんですけど、ちょっと油っぽい感じのやつ。はいはいはい。切れてたらそれが出てます。なるほど、サインとしてこのゴムのところからグリスが出てると。はい、はい。あ、なんかミニ四駆とかでもグリスって使った気がするな。そうですそうです、はいはいはい、で出てるので、まあ、うん、これは切れてません。はい、この2つともチェックオッケーですね。そうです、まあ、ただ2年間やらないのであれば、はい、交換しちゃっても
いいかなと思います、ね、はい、次の車検までには多分切れると思うので、じゃあ交換しといた方がいいってことですね。そうです、よっぽどいい状態じゃない限り交換しといた方が安全っていう感じですか ね、 すね。なるほど、まあ、車検には関係ないんですけど、はい、ブレーキパッドも一緒に、まあ、せっかく開けたので、はい、見ると全くありませんそうなんです全くありません。わかりますかね、削れてるの。はいはいはい、なんかこう線がスーってこう丸くなってますね、はい、いっぱい細かく。鉄、これも鉄、はい、でこれも鉄なんです。ブレーキパッドの、頭の部分って鉄なんです、はいはい、これが擦れるとこれがガラ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 ってなるんですよ。で多分音が鳴ってたと思います。カス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 とか鳴ってました、はい、ちょっと若干なんかキーとか高い、はいはい、高い音とかが若干鳴ってたと思います。はい、ので、まあ、これは即交換した方が、あ、即交換ですか、はい、これは車検関係ないけど即交換した方がいいですね、はいはい、ありがとうございます。もう確認したら、一度閉じて、はい、反対側を見るってことです。わかりました。工程は同じ感じです、ね、工程は同じ感じです。これは何のスプレーですか。でこれはですね、これはこのボルトがはまるんですけど、はいはい、まあ、若干その潤滑というか、なるほど、滑りを良くするための、はいはい、ために、まあ、ここら辺に塗るとあの滑っちゃってダメなので、あ、そうですね、ブレーキですもんね。そうです、ここだけ他につかないように、でタイヤをはめて、はい、外すときは順番関係ないんですけど、はい、止めるときは対角に、はい、対角に、はい、はい、こっち締めたら次こっち、はいはいはい、で対角に締めるように、そうすると中心が出るので、なるほど、はい、これで片側のタイヤチェックは OK と、まあ、OK です。これを同様に4箇所やるみたいな感じですね。そうです、はい、あのこのワイパーっていうローター、はいはい、そこのさっきの鉄のやつですね、これも交換になりますめちゃくちゃいい画角めちゃくちゃいい画角です。はい、これで前輪が OK って感じですね。はい、ありがとうございます、はい、このタイミングでオイルを交換するなら交換します。このタイミングでオイル交換するならする、はい、上げてる状態でってことですね。そうです、まあ、今回は、はい、後ろを先に見てしまいます。はい、わかりました。お願いします。ハギちゃんチャンネル、今度はですね、はい、ジャケットポイントも変わります。ジャケットポイントが変わる、はい、前とは違ってここ、この鉄です。はい、ちょっと丸い。そうです、まあ、アクティはこういうタイプですね、はい、そうです。でここに今度はかけてタイヤが上がるまで、はいはい、こんな感じで、はい、上がりました、はい、タイヤ自体はそんなに悪くないですか。前側は、はい、まあ、あんまり減ってないかなっていう感じなんですけど、はいはい、後ろがちょっと減ってるかなっていう。あら、なるほど。あと亀裂がちょっと入ってるので、あ、まあ、古いタイヤかなっていう。なるほど、交換した方が、そうですね、まあ、もうちょっと減ってからでも、なるほど、はい、もうちょっとツルツルになってから。わかりました、よいしょ、はい、で後ろがですねこんな感じになっております、はい、これを、はい、
開けると開ける後ろのブレーキパッドが現れます。ほう、ライニングって言うんですけど、ライニング、はい、で後ろの開け方独特で、はい、ここにですね穴の、はい、ボルトを入れ込みます、はい、ボルト入れる、そうなんです、逆なんですね、逆なんです、そういう何でもいいので合うボルトを、はい、そこに合うボルトを入れる、でこれを入れます。はい、でこれが後ろのブレーキパッドです。これはいです。でまだ厚みがあるので交換はなくて大丈夫です。ブレーキパッド交換なくて、はい、でそんなに減るものではないので、はいはい、常にサイドブレーキを引いて走ってない限り、はい、減りません。あ、そこで擦れない限り、はい、めったに減らない、はい、はあ、サイドブレーキのブレーキ、サイドブレーキのブレーキがここ、ね、はい、サイドブレーキ引くとこれが作動する、後輪のバックのブレーキがかかるってことですね、はい、はいはい、なるほど、っていうものがこれになります。はあ、じゃあ今は何かする必要はなしって感じですね。まあ、大丈夫です。はい、またはめます。はい、で、あと1箇所、はい、1箇所ブーツがあります。ブーツ、はい、見えますかね、あそこに、あの黒い丸いやつですかね。はいはいはい、あれが切れてるか切れてないか、あれですね、はい、こう確認します。でちょっとこっからだと分かりづらいので、はい、ちょっと下から、わ、下から、こっからだとよく見えるんです。はいはいはい、これですね。ああ、なるほど、これが、はいはいはい、切れてるかどうか、うんうん、右と左ってことですか。そうです、うんうん、大丈夫そうですね。あとこっちにもあるんですよ。はい、よいしょ、多分分かりづらいかな、どこだろう、これと同じようなのが、はい、こっちにもついてます。あっちにもついてます。両サイドについてるんですね。そうなんです。ちょっと見えにくいですね。はい、ちょっと分かりづらいんですけど、そっちも切れてないか、はい、どうかを確認するってことですね。はい、それでタイヤをつけています。はい、はい、止まりました。で逆サイドも同様を、はい、終了になります。ハギちゃんチャンネル。ちょっとピピピピになってますけど、今鍵かけてる状態で説明を受けます。はい。はい、次は、ヘッドライトとかのライト系がちゃんと光るかどうかを確認します。ライトの確認ですね。はい。はい、ので、ボタンつけて、全部つけて、外に出ます。はい。で、ハザード。ハザード。はい。で、鍵をオンにしてもらって、ブレーキを踏んでもらって、あ、エンジンかけると。かけないです。かけない。ブレーキ踏んでもらって、はい、これを、リバース。はい、で、危ない、完全に危なかったです。で、一度ストンに進みます。はい、完全に危なかったです、今一瞬よくある事故の例になりそうですね。はい、はい、で、光ってるかどうか、この本体のヘッドライト、はい、と、これポジション級、あのちっちゃいやつですね、です下の、はい、で、こっちが、ウィンカーハザード、ウィンカーハザード、はい、はい、です。光ってるかどうかを両サイド確認します。はい、両方ついてますね、はい、下も微弱ですけどついてますね。はい、はい、大丈夫です。で次はハイビーム、
OK ですね。ハイビンも OK です。はい、そしたら前は OK で、次は後ろが光ってるかどうかを確認します。わかりました。これとこれとこれです。この3箇所ですね。はい、はい、が光ってるかどうかを両サイド確認します。左も OK、 はい、右も OK です。はい、そしたら次はブレーキ、はい、ブレーキ、はい、こことここと、はい、おそらくここら辺が光ります。ここが光る。はい、その3箇所チェックですね。はい、上光りました。はい、両サイドも光ってます。はい、上も光ってます。あと、はい、ナンバー灯、ナンバー灯が光ってるかどうか。はい、ここはじゃあちょっと、あ、この上ですね。そうです、ここです。はい、光ってますか。光ってますね、ちっちゃいやつ。はい、 OK です。はい、そしたらライト系は OK です。はい、ハギちゃんチャンネル。はい、ということで、ライトが OK だったので、はい、次がメーター系、メーター系ですね。はい、を、確認していきます。はい、で車検項目としては、はい、サイドブレーキを引いた時に警告灯がつくか、はい、シートベルトの警告灯がちゃんとつくか、はい、ウィンカーの、方向指示器が出るか、はい、このモニターに出るかですね。はい、と、ハイビームの時のマークがモニターに出るか、はい、どうかを確認します。わかりました。ので、鍵をオンにしていただいて、はい、これでオンの状態ですね。はい、あ、かけちゃいましょうか。かけちゃいますか。はい、今、はい、シートベルトの、はい、左上のマークですね。はい、そうです、がついてると思うんですけど、はい、これがシートベルトをして消えるかどうか。はい、わかりました。はい、じゃあシートベルト閉めます。はい、消えました。 OK です。 OK、 はい、外しました。はい、で外したらつきますね。つきました。はい、これで OK です。はい、で次はサイドブレーキ、サイドブレーキ、はい、を引くとここがつくかどうか。はい、じゃあサイドブレーキ上げます。はい、つきました。つきました。ビックリマークみたいなやつですね。はい、これで OK です。 OK、 はい、じゃあ下げます。はい、はい、消えました。ライトを、はい、オンにしてもらって、ライトオンにしました。ハイビームつきますか。ここに分かりますかね。はい、青いのは出てますね。はい、はい、OK です。ハイビーム OK、 はい、はい、で、ウィンカーです。右、左、はい、つきます。はい、つきます。はい、OK ですね。はい、で、次がウォッシャーワイパー。ウォッシャーワイパー、はい、水が出て、ワイパーも動くかどうか。はい、ウォッシャーワイパーを、はい、はい、出ますね。出ました。で、ワイパーも動きます。はい、動きます。はい、OK です。はい、OK。でこれも、車検の検査項目に入ってます。はい、ので必ず確認をお願いします。はい、方向指示器等、いろいろなものが OK だったので、はい、これですね。大体どの車も、はい、まあ、助手席のここら辺にあります。発煙筒、ね、発煙筒、はい、はい、これがついてるかどうか。はい、事故した時とかのやつですよね。そうです。はい、でこれを確認してありますね。あります。はい、OK です。と、あとこのシールです。このシールが期限が切れていたら剥がさなくてはいけません。なるほど。で、これだと、これがまだ切れてないので、そうですね、剥がさず、で、これは切れてます。あ、切れてる、はい、はい。で、これは剥がしちゃいます。口からなんですね。そうなんです。これはこう剥がしてしまいます。で、これも貼っ付けたままだと車検に通りません。あ、剥がしてからじゃないとダメなんですね。そうです。まあ、行って剥がしてくださいと言われるので。あ、なるほど。その場で剥がせば。なるほどです。まあ、でもたまになんか剥がしにくい、ずっとついてるとかもあるので、はいはい、まあ事前に剥がしておく方がスムーズにいくって感じですね。はい、はい、です。ありがとうございます。はい、萩ちゃんチャンネル。はい、中の点検 OK でした。はい、次が最大積載量のステッカーが貼ってあるかどうか。はい、これはまあ貨物車に必ず必要なシールで、はい、これが貼ってないと車検に通りません。最大積載量シール、はい、これですね。ここです。はい、貼ってます。貼ってますね。大丈夫ですね。でこれで OK です。はい、で、後ろのワイパーなんですけど、はい、まあ、これは、まあ、検査内容に含まれていなくて。あ、後ろ含まれてないんですね。そうです、まあ、後ろが、まあ、ゴムが切れてたとしても、はい、特に見られません。前はさっきもチェックして大丈夫だったけど。そうです、前は見られます。なるほど、後ろは見られない、はい、なるほどです。ごめんなさい、この最大積載量のシールもし、はい、あ、貼ってないってなって、はい、車検場に行って検査員の人に貼ってないからダメって言われたとするじゃないですか。はい、シール貼ってない最大積載量、はい、そうです。陸運局で購入できます。車検をするところで購入できるので、はい、まあ、貼ってなくてもそんなに慌てず、まあ、自分で購入して貼ってもう一回再検査ってなるんですけど。なるほど、はい、まあ、貼ってなくても慌てずそれぐらいなら大丈夫という感じですね。そうです、はい、ので、まあでも貼っていくようにした方がスムーズですね。はい、ハギちゃんチャンネル、以上で車検の項
僕の確認といいますか整備というものは以上で、あ、じゃあさっき言ってもらったやつを全部やれば、はい、普通に僕たちとか民間人みたいな感じでも、はいはい、車検に通すことができるってことですか。通すことができます。あ、意外に少ないですね。そうなんです、まあ、ユーザー車検と呼ばれるユーザー車検、はい、はいはいはい、ものなんですけれども、まあ、検査項目は、まあ、大体これぐらい、私たちが確認するのはこれぐらい。なるほど。じゃあ他のお店とかでやってもらうってなったら、はい、まあ、いろんなオプションとかがついてきての金額ってことですね。はい、まあ、いろんな、まあ、エンジン例えば開けたりとか、はいはいはい、はい、まあ、そういう点検もしてくれるので、うん、まあ、そのまあディーラーさんとかに持っていくと、まあ、してくれるので、まあ、自分でやるより安心かなという人は、なるほど、こちらに持ってかれた方が、もっと念入りにいろいろ見てほしい人はそっちの方が安心ってことですね。なんか気になることあるなとか、うんうんうん、そういう感じの人は、まあ、そちらに行ってみてもらった方が、まあ、安心かなという、なるほど、はい、感じです。まあ、でも全然、まあ、別に気になるところもないし、まだ走行距離も浅いし、はいはい、っていう方はご自分で全然できるので、じゃあもう本当に新車で買って、まあ、車検切れそうだからっていう人とかだったら、はい、さっきの点検項目をクリアさえすれば、はい、車検は OK ってことですね。中古車とかそういうのだと、はい、ちょっと心配な部分とかもあるから、ね、はい、お店でやった方が安全は安全ってことですね。です、ありがとうございます。まあ、せっかくなので、はい、まあ、いろいろまたボンネットを開けて点検していきます。最後じゃあそこの点検もやってくれます、はい、ありがとうございます。はい、ボンネット引っ張っていく、はい、あ、意外にあれですね、はい、僕これ開けたことなかったんですけど、そうなんです、ね、アクティって結構狭めというかうちっちゃいですね。狭めで、これが、はい、冷却水のサブタンクです。冷却水のサブタンク、はいはい、でこれがもうラジエーターにつながってる、はいはいはい、電磁だったんですね、はい、これは蓋です。ラジエーターの蓋、はい、でこの中にも、緑の冷却水が入ってて、はい、ここにも緑の冷却水を入れます。これが入れるのは冷却水、名前は冷却水って、まあ、クーラントとも言うし、クーラント冷却水とも言うし、僕は全然すみません知識ないんで。これがですね、エンジンを冷やすため、エンジンを冷やす冷却水、はい、あ、それじゃあオーバーヒートとかにつながる、そうです、そうです。これがもう全く入ってないとか、まあ、どっかからが漏れてしまってる、はいはいはい、とかだとオーバーヒートを起こします。なるほど、はい、はで、まあ、これは、まあ、自分で簡単にできるので、はいはいはい、まあ、ボンネット開けて点検していただいた方がいいかと思います。サブタンク全く入っておりません。え、ダメじゃないですか。そうなんです。ここがですねマックスと呼ばれるんですけど、はい、ここまで入れるんです。全然入ってないです。そうなんです、やば、入ってなくて、まあ、実際ここ入ってなくても、まあ、すぐに止まったりはなるほどしません、まあ、ここにちゃんと入ってれば、まあ、でも安心なのはこっちにも入ってる方がいいですね。こっちがなくなった時に、はい、こっちが動いてくれるってことですね。はい、危ないです。で、まあ、この蓋を今度開けてみるんですけど、はい、これ暑い時絶対に開けないでください。なるほど。車止めてすぐとか、はいはいはい、まあ、絶対に開けないようにしてください。熱くなるので水が、はい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 、でもうブシャーってかかっちゃうので、吹き出しちゃうんですね。そうなんです。危ない。ので絶対に暑い時は開けないで、まあ、冷ましてから。そうですね。はい、もう芸人の絶対に開けないでくださいってちょっとドキドキしちゃう。絶対にダメです。ワクワクしちゃうんでやめてください。本当にダメなやつですね、はい、絶対にダメなやつですね、はい、で今はちょっと冷えてるので、はい、開けてみます、はい、くるっと回すと、それって持ってみたらやっぱ冷えてるかどうか分かるんですか。まあそうですね、うんうんうん、心配な人はじゃあブレーキ止めて30分とか、そうですね、まあまあ1時間2時間ぐらいは止めた方がいいかな。1時間2時間ぐらい、はい、開けます、はい、はい、でちょっと分かりづらいんですけど、はい、まあ、ちゃんと そこまで入ってます。あ、結構パンパンには入ってますね。そうです、はいはいはい、あ、なのでじゃあサブタンクなくてもこれぐらいだったら、はい、これぐらいだったらまあ安心だけど、はい、すぐには止まっちゃわないかなっていう、ね、ただ入れといた方がいいですね。そうです、こっちにももちろん入れといた方が安心なので、はい、これから補充します。はい、わかりました。はい、っていうのと、これが、はい、さっき点検でも見たウォッシャーですね。これは絵が描いてあるかわかりやすいですね。そうなんです、ウォッシャー液ですね。はい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 、はい、まあ、この、はい、このラインですか、 PP、まあ、どこですかね。これはですね、ラインとかは別になくて、そうなんですね、はい、ので、まあ、まあ満タンに入っててもいいし、はい、少なくなったら入れるとか、わかりました、でもいいので、まあ、これも車検に関係するので、はい、まあ、自分で点検できるので、はい、おっしゃいきは関係あるってことですね。そうです、はい、わかりました。車検には関係あります。車検関係ある、はい、はい、あとですね、この下にバッテリーがあります。あ、ありますね。ちょっと見えづらい、コードがこう2つ、そうです、はい、出てるとかあります。はい、でこの下のバッテリーも、まあ、古くなってたら交換、はい、これを外して交換なんですけど、あ、そのタンク外すんですね。そうなんです。でこれは、まあ、ここを取って、はいはいはい、これ取って、これ上げて上げると取れます。もうバッテリーがあるってことですね。そうです。
なんかバッテリーもバッテリー液みたいな、なんかあるって聞いたんですけど。あ、そうなんです。まあ、でも K の、バッテリーは、はい、まあ、安いので、はい、まあ、新しいのに交換。僕バッテリーも調子乗って買っちゃいました、ね。あ、そうなんですか。はい、まあ、バッテリー言っても買って2500円とかなんじゃないですか。あ、なるほど。じゃあ、はい、もっと早く聞いといてよかったですね。だったら、まあ、バッテリー本体買っちゃった方が、はい、K だし、まあ、安いのだと2500円ぐらいで。おそらく売ってるので。わかりました。じゃあ、はい、バッテリー液はちょっとケーミングさんに寄贈します。はい、僕使わないんで、じゃあ。ありがとうございます。はい。だいたい寿命が2年と言われてるので。なるほど。はい、じゃあ車検のタイミングぐらいとかで。で、交換する。以上になります。はい。じゃあボンネットの前のは以上ですね。ハギちゃんチャンネル。さあ、すみません、これで車検の項目すべてチェック終わったということで、はい、すみません、本当にありがとうございました。いえいえ、とんでもございません。これでじゃああとはその検査してくれる車検のところに行って、はいはい、車検のシールとかを貼ってもらうとかですかね。そうです。まあ検査のレーンというものがありまして、レーン、はいはい、そこでいろいろな項目をまたチェックしてもらうんです。なるほど。はい、書類のまあいろいろな更新をして、はいはいはい、書類を受け取って、で、あそこに貼ってあった黄色い、はい、あれを受け取って、はい、終了となります。それを貼って終わりということですね。わ、はい、かりました。じゃあもう今から行ってレーンを通っていけば OK ということですね。OK です。じゃあ行きましょう。あれ何時まででした？4時までです。終わっております。後日に。ちょっと待ってくださいよ。ってことはこれはじゃあもうケイムさんに預けてやっていただくって感じですかね。はい、しっかりお金払いますんで、もろもろ他のチェックとかやってもらったりしてもいいですかね。はい、わかりました。すいません、ちょっと車検時間が切れてたので、皆さんも車検には気をつけて、まあ、先のユーザー車検と言われるものでチェックするしたいなという方もこの動画見て思ったかもしれないですけども、まあ、この動画見つつ、まあ、心配な方はお店とかでしっかりとやってもらうという方がいいということでございました。すみません、藤代さん、本当に本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうええて。ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル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 始まるよ。チャンネル登録よろしくね。